改めましておはようございます。朝のプロテインタイムです。でね、ちょっとその前にさっき作ってたね、そぼろ、これはもうね完全に冷めたんでタッパーに入れて冷蔵庫しまっちゃいます。で、今日は何フレーバーにしようかしら。ちょ、今日はストロベリーでいきます。ちょっとね、アレルギー落ち着いてきたんですけど、まだね、やっぱりまだ少し鼻が詰まってるのとね、あと顔面がね、なんていうの、ゾワゾワするっていうか、そのアレルギーとか花粉症とかになってる人じゃないとわかんないかもしれないですけどね、その歯が浮く感じとか鼻の周りがゾワゾワする感じとかね、アレルギーになったことある人じゃないとわかんないと思うんだよな。サプリをね飲み忘れてました。でサプリとあとアレグラね、ちょっとまだねきついからアレグラも1錠飲んできます。はい、ちょっとねアレルギーのせいで体調がねボロボロなんですけど、とりあえずね何かしら食べなきゃなんないっていうのでプロテインバーを1本食べます。まあ、ちょっとしてもうちょい落ち着いたらまたお昼作り直して食べようかなと思います。はい、今日のお昼、今日の朝作った鶏のそぼろと、キャベツと、あとバリーマックスご飯、スーパーオミンご飯 100g です。はい、桃ワインを作りました。これねめちゃくちゃ美味しいんで、ぜひ飲んでみてください。はい、ホッケをね焼いてる間に大根おろし作ります。でね、大根はねこちらの頭の方の方がを使うとね、大根おろしちょっと甘めのやつで、しかもこの確かね、この皮の方、皮をつけっぱなしでねやった方が辛さが抑えられたはず。はい、大根おろし完成。